なかちさん、くらげさん、えっと、お、お兄ちゃんひなさん、インキャボットさん、ありったん、細山さん、ピンクブレスさん、えねさん、なつみさん、りょうへいくん、さくらさん、ゆきばさん、ヘッドメルさん、ほりちゃん、もとぐんそうさん、なこちゃん、りゅち、えっと、ふみやさん、たかさん、とく、とく、とく、と、と、とうわー、スパイツさん。 こんばんはー、<laughs> こんばんはーケルリーノさん夏の大三角形さんあインキャボットさんありがとうあったかそうだどうもどうもちょっとねあの今日ショール,ルームする予定なかったんだけどねあのももちゃんのやつ見とったらやりたくなりましたのでももちゃんのショール,ルームかわいい田中太さん あありがとうございます。えこれタワーみたいなやつかなウォー。あれこれはタワーでしょうかだからなんかやること決まってないけど。あタワーうんありがとうだ。決まってないんだけど。ちょっとショールーショールーマンになった。<laughs> えっとね。何さんだ 私ちょっとねメンバーがショールームやってたらやりたくなる傾向にあるらしいあれあどうもどうもどうもあおしるこさんこんにちはちょっと今日ねいっぱいコメント読もうと思って前回なんかね私コメントがね全部読んでるんだけどショールームのね なんか頭の中で返しちゃって読あの声に出して読ま,読まない読,読めないのちょっとねもうめちゃめちゃ申し訳ないからちょっとちゃんと読みますなんかね心の中でね返事しちゃうのだからちょっと「スーパーカップえ食べましたよもちろん」でもね確かにあれは通常時に食べるものではないなと思ったうんなんか あのねおいしいじゃなくてねいっぱいいっぱいなんだいっぱいねいろいろねなんだ <laughs> そうたくさんあよくわかんない田中正さんあこの間もなんかねなんなんて言うんだ みなちゃんあそうねそれもすごい申し訳なかったのあのね待ってたださしさんあっしーさんこんにちはあ下手くそあのねちょっとね私はね名前をねなんかね毎回「あっこの子だ」みたいな思うんだけどそれもね声に出,し出す時と出さない時があるからめちゃめちゃ前回申し訳なくてごめんねでもちゃんと分かっていたよ <laughs> あみのちゃんだってなってたよしおり一応二重でございますじゅんやさんこんにちはくまいかさんたくやさんそうちょっとテレパシーをもっと届けるね田中初見さんりょうなさんりょうもどうもこんにちはしおりんです ょりょうさん,さんこんばんはひなちゃんえ私ひなちゃんにめっちゃ見たよめちゃめちゃ見ましたよたくさん目あったから嬉しかったよちょっとたこうじゃんこれはくまタワーなのかな そうち,ちょっと今回ちょっとシール持ってくるの忘れたのです、すまんでございます <laughs> いていていて友っちさんどうもどうもちょっとどうやってコメント読もうあっ、アホ毛が <laughs> あコミュニティさんお疲れ様ですお仕事皆さんお仕事お疲れ様でございますアホ毛すごいめちゃめちゃすごいびっくりしちゃったやばい恥ずかしい 今日はこうする。何書こうかな。<coughs> 出検さん、太さんだ。こんにちはこんにちはこんにちは。あやのちゃん、お誕生日おめでとう。Happy birthday to you。田中太さん。 よし田中正さんありがとうこま見て田中さん書けましたどうですかこれ似てますかあ青毛やばいどうでしょうありがとう,どう,もど,うもどうでしょうありがとうあアレイズさんこんにちはあひょまくん おめでとうパチ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  <coughs> あひよちゃんお誕生日おめでとうお誕生日の人たくさんいますね <coughs> あっ尊いありがとうさっきもなんかあだしまきさまさんもありがとうと、ありがとうとい <coughs> かかるさんあきおとさんもくまさんありがとうはっしーさんも尊いさくちゃんもありがとうう <coughs> れうれ 嬉しい嬉しいえおまめで好きになりましためっちゃ嬉しいわあ、なんと嬉しいおかけんさん <coughs> そうあのねでしょうあ。あのちょっと待ってねなんかねもえも,もちゃんのショールームめちゃめちゃ好きでねてかももちゃんが好きでね <laughs> めちゃめちゃなんかすごいすごくないすごいね もうすごいねあすごいなと思うだめだあバーチさんありがとうございますバーチさんせいやさん <laughs> あ待って待ってごめん読めないアスカちゃんもルジマキさんもミュンピョンシャクちゃんハッタン,ハッタンありがとう語彙力やばすぎるもう、ね、本当に私もうくんすっごい尊敬してるのもうねめちゃめちゃねちょっと 一番尊敬する同級生だよももちゃん恥ずかしいから言わないけどめっちゃ本当にねなんかもう詳しくはねうまく言えませんがね <laughs> 本当にめっちゃ影響影響じゃないけどね感銘を受けている鼻に疲れているかほちゃんいやいやね本当にねなんて言うんだろうね なんかすごいねこれは言うもよし言うのやめようそうどなんかねなんて言うんだろうほんとにねあダメだ言えない私ちょっとね恥ずかしいよ恥ずかしいから心の内に秘めておこうあ私黒南さんの名前覚えたよ <laughs> 次来た時名前で呼びますねほんとになんかいつもねあっも,もちゃんすごいなって思うから私も頑張ろうと思いますと思っている毎回ダメだうまく話せないわ <laughs> そのあとねなんか毎回ね私話したいこと話したいこと,というかね話題話題皆さんにね 伝えたいことだ最近の近況とかを話したいんだけどね話すきっかけが分かんなくてもう一回話さずに終わっちゃう <coughs> そうそうそうなのあのねホゲ昨日ツイートしたホゲちゃんちょっとそこにあるの、ね、よ。んこのねちょっと今パーツのっけただけなんだけどホゲちゃん <laughs> のねツイートしたんですよ。 したらね、なんとね、その、ハゲちゃんの絵本の作者さんから、昨日今日かな、昨日リップが来てて、めっちゃね、うれしくて、ハゲじゃないほゲほげほんにうれしくても、も返変身できないんだけどね、ちょっと申し訳ない。だけど、もう、すごいね、ありがたい。可愛くないちょっと今、目はね、まだつけてないんだけど、<laughs> ただちょっとね、頭がね、びっくりするぐらい、不格好すごい。どうし い見て <laughs> ちょっとこれは申し訳ないハゲちゃんにまあ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 可愛いんでいいんですよハゲちゃんはハゲじゃない本当に昨日ね何なんかねいろんな方からねハゲちゃんってねハゲちゃんって言われたうん違いますよいしょ <coughs> ちなみに今日の服はねこの間ね購入したね見て可愛くないですか でねこれね後ろがね見て見えるかなあのなんていうのバイカラーっていうのこれの切り替えになってねめっちゃ嬉しいかわいい <coughs> あクロワッサちゃんありがとこれもパワパワーじゃないやパワーかなあスパイザーさんありがとうございますアニカクマあタコ、ま、さんも陽キャ陽インキャーボットさんありがとうございます えめっめちかわいくないですかもポケーめちゃめちゃ大きいの <laughs> くるくパワーってかこくまさんパワー <laughs> よいしなんか私水色とか青が好きなんですよね多分多分っていうか好きなんですよ 確かに握手会をしまうのに私コミティさんの服装めちゃめちゃ好きなんですけどどこであんな素敵な服を <laughs> あボンタロろンタロさんだボンタロさんアイコンが戻っててなんかニューニューしちゃったクロワサちゃんいつもありがとう <laughs> クロワサちゃんちゃんなのかなわかんないけどなんかオリジナルのニックネームを決めたいって前々回も言ったな決めたい あれが、くまパワー。くま。パワー。あ、なんか怒ってるみたいになっちゃった。あ、だめだ。パワーもね。あの。ちょっと。 なんか絵文字みたいな書きたかったんだけどちょっと <laughs> 怒った人になってしまった <laughs> 黒ウサさ,さんを書くぞ <laughs> よしでん黒ウサさ,さんありがとうパワ <laughs> 怒ってないごめんなさいパワーこれはパワーということで。 ありがとうございます。<laughs> これは黒サさ,さん。ありがとう。怒ってないよ。今日の髪型はね、じゃさっきまでゴロゴロしとったっけちょっと。おろしてます。あいや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 。さ <laughs> 川さん、いやいやいや。笹川 <laughs> あクラゲさん、どうもどうも。 無線じゃないよちょっとね最近気づいたんですポニーテーテルっっって思っててるな思あのねポニーテールってこの辺の私元からだったんかわからんけど多分この辺のね髪がね薄いの薄くなっちゃってこれポニーテールやっ,てたからやってるからかなと思ったけどまあ、どうなんだろうねでも私ポニーテール一番好きだから。 なんかねポニーテールが一番ねあっこれだなってなんかしっくりくるので多分当分ポニーテールかなサイドポニーサイドポニーもねなんかいつもね踊る時ねポニーテールの時ってねあの重いのあっ違うポニーテールの重さがね あの真後ろじゃなくてねこの辺だとあこっちなんだったら意味分かんないごめん何でもない何でもないですちょっと読みようこの話ダメだうまく話せないパプパパ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 うパパ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 パ やってるうちは伸ばすでもねいつかねボブとかにしてみたい <laughs> いつかね身長が伸びたらねウル,ウルフカットとかやってみたいとか思ったりしているなんかねいつかねかっこよくなりたいの身長とか伸びたら伸びるかなの伸ばすぞ <laughs> ウルフカットの女の子めっちゃ好きなの <laughs> あとね一時期ね2ブロックに憧れていた でも、私ちょっと似合わないやと思って。え、じゃ。セナビックもね、一時期飲んでたんですよね。わ <laughs> かんない。本当、ツーブロックは本当に好きです。みんなツブロックになったらいいのに、っじ、なんか、前めっちゃ思ってた。あ、そらさん、ちゃん。くま、ありがとう。ななこちゃん、わかった。ななこちゃん。 誰 <laughs> だ、<laughs> <laughs> 恥ずかしい、何 <coughs> だ、こっちゃんね。あ、お兄恥ずかしい。てんてコちゃんもね、ちょっと待ってね。あ、プリクラの。ちょちょちょ <laughs> あ、わかるよ。たっちゃん、たっちゃん、最近おーおーおー。おおおお。メイズポニーでもわかる。 お、おか、うんおかきん知りません。こいでさん、クま、ありがとう。反対にしてみた。<laughs> 何どう、どうしよう。くらゆえちゃん、ほんとに私もびっくりした。めっちゃびっくりしたよ。あ、そらちゃん。Thank you, くま。ベア。<laughs> どうしようかな。 <laughs> 私はえどんな会員にしてもえじゃあさなんかこんななんだっけこれあの出てこんこういうこういうやつえもモヒカンもモヒカンにしてもいいんですね了解ですもう控えにするモヒカンモヒカンの人になる <laughs> あとねー は大絶対結婚しようなおお <laughs> もう一回 <laughs> バーバーババお坊さんやえもしさ私がさいつかかっこいい系に走,走るって言い方やるれたなかっこいい系になったらさ皆さんどうどう思うあック系んかどうですかいつかやるかもよ <laughs> ええー、嬉しいやや、やった。やった、まあ、やった、やった。金髪ショート、あー、いいね、金髪似合うかな。でも、いつか髪染めてみたい。<coughs> やったー。ピアス、あー、いいですね。もうね、ピアス。ピアスが。ね、ピアス。真っ赤。ひゃ フ葉 <laughs> っぱ足正解でもねいつかねインナーカラーが毛先をね染めてみたいそうピアスバリバリに開け,開けてる人が好きでもね私は開ける勇気がないのでめっちゃかっこよく、ね、ないかさ身長高い女の子がさピアスめっちゃ開けとるのをね見たらねあっあっっ,ってなるいや恥ずかしい 握手会でね、そういう方がね、たまにいらっしゃるんだけど。もうね、す、っきりすってなるの。すっきりってなっちゃう, <laughs> きう,ひう,ひう。あ、は、ありがとうございます。ちょっと。見て、見て。最近のね。最近よく飲んでるジューちょっと飲む。<laughs> あとね、身長ね、低い子がね、可愛い,い。 あね <laughs> 握手会とかでね身長私と同じくらいの身長の子にね身長低いねって言われることがあるんだけどね身長低いねってね言い返すえ歯に色つきえいそうなの気をつけよう身長低い方も高い方も全部 OK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 、OK OK 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 OK、ダメだ <laughs> そうあのねこないだ昨日かなんか次のねブログ私あメンバーブログリレーブログ私なんですけど <laughs> スパイトさん1 5センチしかないのめっちゃ面白いスパイトさんそんなん言ったらもうスパイトさん <laughs> スパイトさんは可愛いそう可愛い <laughs> そうあのね次のブログが私なんですけど書くのがね 今ねなんかしブログに書きたいことがあったんだけど書いていいのか分かんなかったから今話すと思って今話します <laughs> チョコレート <laughs> チョコレートねあのね萌ちゃんと桃も木もがね最近チョコレートって呼んでくる呼んでくるっていうかたまにねチョコレートってね呼,呼ばれる <laughs> ポケモンですあとね 全然関係ないけど最近ねみるちゃんのことをねみーちゃんって呼ぶようになったよ <laughs> でねみるちゃんはね私のことをねチーとかシーとか呼ばれる <laughs> あとねチータローかチータロー行くぞって <laughs> 行くぞチータロー探検隊みたいな呼び方をされてかわいい <laughs> チコちゃんあチコちゃん ねち,ょこちゃんってんくれるよたまに <coughs> かわいいねみんなかわいい嬉しいなんか私のあだ名いっぱいあるねあっかかろうさんありがとう <coughs> 私のあだ名いくつあるんだろうねあのね変ん変んへん,んへんキャリコちゃんのあだ名リコッチ <laughs> シンプルイズベストうん パパ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 あそう話したいことがねそんな大したことじゃないっていうかただの誰かになんか話したいことなんだけどめっちゃ関係ない話になるあの私ねなんか音楽に詳しくなりたくてねなんか色々聞いてたのこの結構冬か秋頃から結構色々なね なんかバンドとかアーティストさんとか聴いてってねでね昨日ねあのね化石サイダーさんっていうねなんなん何の人なんだろうアーティストさんがいてそのね曲を聴いてたのしたらなんかあー待ってなんかこのイントロどっかで聴いたことあるなと思って知ってるこのイントロって思ったのが「あダメだ,めだ話すのが痛くさ」でねなんだあの そのイントロに使われてたのが「あのハッピーエンド」わかるかなさんの「風を集めて」って曲のねイントロそのまま使われててそれで調べてみたらねそ,うそれをその「風を集めて」っていう曲のイントロをサンプリングして作ったらしくてその曲をあっフ <laughs> でねそれ。 もね、なんか調べて知ったんじゃなくてねそうそうなのもう自分の気づけって本当に嬉しくてそうそうなんですよ <coughs> めっちゃ曲と曲がつながったの自分の中でか金じゃないんですよね集金じゃない集金じゃない風 <laughs> <laughs>、ね、を集めて「苦悩の人」っていう曲本当に聴いてみてほしいもうねめっちゃね本当にね なんかすっごい嬉しくて <laughs> なんか音楽って面白いなってなりました「ハッピーエンドの風を集めて」という曲のイントロがはえっと「化石サイダー」さんの「くのの人」っていう曲のねそう,そうなんですよ。そうね <laughs> そうついでにその ハッピー。あ、違う。化石サイダーさんもおすすめしよう。化石サイダー。赤ね、ちっちゃいなんだけどね。化石サイダー。あ、全部ね、ひらがなであがちっちゃいの。<laughs> のね、化石サイダーっていうアルバムをね、最近ずっと聴いてるんだけど、いいよ。<laughs> なんか、落ち着くよ、心が。<laughs> イエス、化石サイダーさん。ほんといろいろなね、悩いながら楽しむ。<laughs> いろいろ本当にね、皆さんもおすすめのアーティストさんとか教えてほしい。いっぱい聞くね。たくさん聞きます。ん赤い再生ボタンフレデリックも、あわかる。踊るループみたいな、わかんない。<laughs> かな。相対せり、私も、<laughs> 私も聞くよ。たまに。ん赤い再生ボタン赤い再生ボタンなんだ <coughs> そうそうなんですよ。んちちあ、BJ さんも聞きます。好きでございます。<coughs> 皆さんに、ね、たくさんいろいろ。ブレーン。あああ、なるほどなるほど。v t u b e ね。PTube か。多分ある、ありますよ。あると思う。うん、キップマイ。 足足ええそんなポケロックあっ最近ねちょっと皆さんこれ言ってんのかななんかね前ちらっとねホルモンマキシマム・ザ・ホルモンさんにハマ聞き始めたって曲し話したと思うんですけど前ねあの広島に帰った時に家で弟がねホルモンのライブ映像を流しててテレビにめっちゃ。 めっちゃ、ね、楽しそうだったのライブがそれで私も聴こうと思って、うん、今いろいろ聴いてるんですけどめっちゃいい <laughs> なんかねそう大好きけんをね最近ホル,そうホルモンも聴き始めましたよあとはね <laughs> ミシェルガエルさんあとはラットウィンプスさんはずっと聴いてるからずっと好きです <laughs> ししゃさんも好きだよ あとねバンド以外だったらねあホ布袋さん布袋さんポイズンなんだろうロバンドじゃないやつはね何聞いてたっけえっとね音楽の話楽しいかな 皆さん大丈夫かなこの話。あ、バンも、バンド世代も好きです。私、しおりんさんがめっちゃ、良いと思う。ブルーハーツかっこいいですよね。河本弘たさん。テイフィットも聞くよ。ちょっとだけ。あんま詳しくないけど。なんだっけな。アイドルさんだったらね、ニジコンさん。ニジコンさん好き。あとね、曇りデパートさんも。あとはね、なんだろう。 ななにじさんをね最近ねちょっとねあのなんアードルフェスとかでねたまに楽屋が一緒になったなったんですよ何回かすごいね皆さんお,やしお優しくてすごいもうハッハッハッ曲がねすっごいよく,よくてね聴きまハッ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 好きですハッ <laughs> なーど,なーど あとはね。あら、もーちゃん、真っ暗なの。うん。<laughs> 何聞くかな。そう、だから、前ノンノさんがイベントでね。あの、ヒルタエルさんと。いし、ご一緒されてて、めっちゃうれ、めっちゃうれますかった。私も会いたい、いつか。うん。世界の終わり、いい曲。ですよね。めっちゃいい。<laughs> そうあとあドレスコーズさんそう全然これはアイドルさんじゃないんだけどドレスコーズさんがめっちゃいいよくて最近聞いてたずっと <laughs> ドレスコーズさんいつかライブ行ってみたいたいなんそうでも、ね、やっぱ一番のおすすめはやっぱノットイコールミーさんかなマ <laughs> イミーさんがね一番ねいいですねはい 耳が一番ねおすすめですね <laughs> 皆さんもしまだ聞いたことないなって方がいらっしゃったらねみんな知ってるかなうんわかるかなそう特にそう永田栞里ちゃって子がそうそうなんですちょっと気になってるんですね <laughs> <laughs> さああだまさあ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 ,さあ,さあ <laughs> そうですねでもみんなかわいいからねノエット・イカ・レさんみんなかわいいからちょっとね是非調べてみてくださいね <laughs> 皆さん誰が一番好きですか <laughs> あ私のことを知ってくださってる方が私じゃない永田栞里さんって子があ皆さん好きなんですねほう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 私も見ています <laughs> なんだ、この茶番ミレちゃんかミイちゃんか <laughs> 面白みな <coughs> さんほうほほほほほうほうニヤニヤしちゃいますね ありがとうございますうんのってこれみ赤ちゃん赤ちゃんうんみーちゃんかな本田みゆきちゃんって子かなんま <laughs> <laughs> ゆこさんは良いですよねマイちゃんはよようだよよいとても良い本当 <laughs> にねみんな可愛いのでね意味 今初めて知ったって方がもしいたら <laughs> もしいたら調べてみてください <laughs> 本当みんなかわいですよ <laughs> <laughs> よし、はい、はい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 あほぎが目立つとちょっとちょっと恥ずかしいじゃないですか <laughs> 川口さんが好きです <laughs> そうなんですよ さん不思議なんですよ。なっちゃんはね、本当に楽屋芸人。本当に面白い。<coughs> あ、本気わかんない。ならよかった。ガツ最悪のやつ、最、なんだ、一番低いやつにしようかなと思った。<coughs> なっちゃん、ボイパーするの <laughs> カラコンん、今日はね、ラガンです。いつもコンタクトだけど。今日は何もない。 じじじじじゃゃゃゃゃどうしよっかなそう永田さんが一番年下じゃない <laughs> 下から2番目です目ね今ね今つけとるコンタクトがマイナス2雪風さんありがとうくまク,クマクマピンちゃんあだ名 私頭つけるのめちゃめちゃ下手くそだからちょっと申し訳ないなぴぃあわげすごい抜きたいえっ77.5すごいえそれってラガンってどんな世界なんだろう <laughs> ハッシーさんバンドそうあのね前ねハッシーさんが F 弾いてくれたのがすっごい嬉しくて未だに見る話をする <laughs> すごい,すごい私もギター上手になりたくてね最近練習結構寝る前とかねやるんだけどねちょっと何をどうしたらいいのか分かんなくて <laughs> でも F 最近私もちょっとだけ練習し,してるけど全然ダメ最初しか弾けない。<laughs> ニさん,さん私もユニゾンさんねあのねあのアルバムだけポ,ポピュラーポピュラーみたいななんだっけ思い出せない1個のアルバムをねめっちゃ昔聴いていた <coughs> あとね私ちょっと手がねあんま感覚を広くあ上げるなんだ感覚をねあの手が届かないの手が届かないのだからちょっと手をね伸ばしたくてね毎日ねこうやってねグーグーグーってやってんだけど 手の長さも伸ばさないといけないらしいことに気づいた私最近 <laughs> どうしましょうギターギタープププー,プー,プー <laughs> イッサーさんでもね私ね左手結構ね伸びる見てちょっと今最大限に伸ばしてみたらちょっとねちょっと。 こっち左手ちょっとね左手がね開くようになったの分かるかなこれ両方最大限にね伸ばした手手とも,もっと開かないと絶対届かないのあウクレレいいねウクレレいいねそんなあれだよフェチの方が 喜ぶような手ではない。あ、佐々川さんありがとう来てくれて。またね。ちょっと私も佐々川さんに会いたいな。ありがとう。またね。ぴゃ <coughs> 歌。私今日歌はね歌いません。せんせんせん。しゃあ。しゃあ。私は佐々川さんに次は会える日あるかな。<coughs> スケールってうそうだねれれギターはちょっと上達するにはかなり時間がかかりそうでした頑張るぞ今日ね前髪巻いてみたのいつもはなんかすぐねな今私の持ってるコテがあんまり上手に巻けないから最近全然伸ば,ん伸ばしてたんだけどちょっと巻いてみましたた 前髪の画像ちょっとあとね前髪の癖でねこうなるのあダメだ私今日左こっちの眉毛何もしないのでちょっと見せるの恥ずかしいかった <coughs> 二重の二重極み <laughs> どうしようあっハンタン来てくれたそっかそうさっきツイートしてたね <coughs> そうだねありがとうね来てくれテスト頑張って がんばれまたね <laughs> 奥部隊私も奥部いですよほとんど私もね二重幅広い人めっちゃ羨ましい <laughs> 三流ピュロ行きたい行きたいめっちゃ行きたいポムポムに会いたいピュン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 に会いたいです <laughs> ひなちゃん私ひなちゃんね見てるよいつも <laughs> ルローに検診んあルロうな決しての話なのねえ、嬉しい今日も元気ですしようさんありがとうありがとうじゃないな転勤 <Thank you. S 1> 元気ですあーまきまきさんいっぱよ